どうも、アイチーです。昨日あたりからですね、一緒に勉強しようシリーズ、しようシリーズって一応言ってるんですけど、で、昨日90、そう、30分上げて、今日90分で、明日60分がおそらく上がると思うんですよね。今まであったんですけど、結構新しく撮り直してくださいっていうのを言われてたので、まあ、今投稿してるんですけど、その中で、自分、簿記を勉強してるんですよ。今、本屋で、ね、買ってきたこの簿記の参考書なんですけど、をやってて。で、一応概要欄にはね、結構書いたんで、さっき概要欄にね、いろいろ細かく、いろいろ書くのが好きで、まあ、よかったらちょっと見てみてください。書いたりするんですけど、そこにも書いたように、自分、本業もあって、YouTube だけじゃないんでね、本業もあるんですけど、本業でまあ、教育関係の仕事をしていて、で、その、まあ、自分の生徒というか、教えてる子がね、まあ、高校生の高1の子がいるんですけど、その子は商業科に通ってて、で、まあ、商業科なんでも当然簿記があるじゃないですか。で、この前まあ、テスト、普段は数学を教えてるんですけど、簿記を、こうテスト書いてきて、もう全然わかんなかったみたいな。で、当然自分簿記やったことないんで何も教えられないんですよ。で、その時に、で、その子はですね、自分も小学校からの付き合いなんで、もう長いわけすごく。で、まあ仲もいいっていうか、もうなんかざっくばらんにこう話す仲なんですけど、なんか悔しくてね、その教えられなかったことが。で、そんなにめちゃくちゃこうレベルが高い高校ではないので、まあ簿記3級ぐらいであれば、まあ高1なのもあって、3級レベルがあれば、まあ授業もできるかなっていう感じだったのね。だから、まあちょっとやってみようかなと思って、で、それで、そう、その子に教えたくってね。そうそう。で、まあ始めたんですよ。で、まあ始めて、今3日目から勉強始めて3日目なんですけど、まあ当然今まで動画を撮るために、こう昔やった勉強を勉強し直して板書を作ってっていうのはまあずっとやってきてるんですけど、全くやったことない分野をやるっていうのは久々にやってるんですね。もう本当に何もわかんない状況からもやってるんですけど、簿記を。で、それをやっていく中で、まあ、この感覚っていうのはおそらく、まあ、受験生でもしても、普段勉強してるみんなにとっても、こう、同じ感覚じゃないですか。まあ、ごめん。苦手なところっていうか、まあ、わかんないところをさ、知らないことを新しく勉強してるわけで。で、その、中で、で、今、やって、まだ基礎の部分しかやってないですけど、今、基本的にやってることは、なんか、簿記ってね、その、書くときに、右側と左側にこう書くんですよ。で、こっちにはこういうことを書いて、こっちにはこういうことを書くっていうのは、ざっくり言うとあるんですよね。で、それを書くにあたって、あと言葉を覚えなきゃいけないんですよ。こう、例えばね、昨日やったのは、例えば、貸付金とか、売掛金とか、借入金とか、買掛金とか、所得税預かり金とか、いろいろあるわけ、支払い地例とかあるんですけど、でそういうことはまあ覚えなきゃいけなくって、で、それをまあ暗記しなきゃいけないんですよね。ルールを覚えるって、そのどっちに書くかっていうルールを覚えるっていうことと言葉を覚えなきゃいけないと。で、それをやっていく中で、で、昨日まあやってたんですけど、で、その、当時ね、自分がその受験生というか勉強してた時にやってたことを当然使ってやってて、で、やっぱり、まあ自分流ですけど、まあいいなって思うのが、まあ、自分のやり方ですよ。で、まあ、細かく復習したら自分テストしていこうぜっていう、その、実家覚えたら、その日のうちにもう一回同じことやってっていうのをやるんですけど、で、自分がね、まあ、やっていくのが、例えば勉強するじゃないですか。みんなだったら、例えば、英単語とかイメージしてください。まあ、理科の単語とか言葉でも何でもいいですけど、覚えますよね。じゃあ、英単語20個覚えたとするじゃないですか。で、そしたら、まあ、覚えましたって言って、勉強終わりにしましたって言って、じゃあ、例えば、その後に夕食の時間があったりとか、ちょっとまったりテレビを見る時間があったりとか、お風呂入ったりしたりしますよね。で、まあ、自分も当然そういう時間があるわけなんですけど、そういう時にも、例えば英単語20個あった時に、20個の中で余裕でいけるやつと、ちょっと怪しいやつって出てくるじゃないですか。結構覚えるのに苦戦したやつとか。で、そういうのをやっぱり頭で覚えておいて、例えばテレビ見てる時も、CM 入ったらそのことを思い出すんですよ。基本的に自分ご飯食べてる時も、例えば、さっき言った、所得税預かり金っていうことが俺どうしても覚えらんなくって、それが。だから、その、勉強終わって、昨日夕食食べてる時とかも、そういうのを思い出すんですよ。なんだっけ、あれ。源泉所得のやつは、所得税預かり金だ、みたいなのを別に口に出さないですよ。頭の中で思うだけなんですけど、そういうのを当時からすごいやってたんですね。テレビの CM の時に英単語のことを思い出すとか。で、これって言うとね、たまに、ずっとその勉強のこと考えなきゃいけないんですか、みたいな。それは疲れますけど、みたいなのを言われるんですけど、そうじゃなくって、別に、その、勉強してから次俺夜に復習ちょっとしたんですけど、復習するまで何時間か空いてるわけですよ。その何時間か空いてた時間を全部、その勉強のこと思い出さなきゃ、みたいなこと全然してなくって、普通に忘れてたし、うん、忘れてる瞬間もたくさんあるんですけど、ふとした瞬間に、今日やった英単語何がまずかったんだっけっていう。ってやると、20個くらいの単語だったら、もう自分の参考書のあのページの右上のあの単語だよな、なんだっけな、みたいなのが出てくるから。
で、もしそれ出てきたらそれで OK なんだけど、それ出てこなかったら、ちょっとね、ちょっとさ、トコトコトコって自分の部屋行って、を見て、あ、そうだ、あれだよ、やっちまったよ、みたいな感じでやるのってすごく大事だと思ってる。だから、ずっと緊張感を持てってわけじゃないんだけど、ふとした瞬間、その勉強以外の時間でも、ふとした時に、今日やった内容のことをスッて思い出すのってやっぱすごく大事だと思います。勉強机に座ってる瞬間だけが勉強ではないので、自分テストっていうのは別に勉強時に座って、よし、テストするぞって、それがテストじゃないんですよ。別に、一回かわかんないけど、リビングに行ってさ、参考書持ってってさ、ちょっと見て、ああ、そう、これだよ、みたいな。その、ちょっとこれだよの10秒だけでもテストできてるので、やっぱりね、何回も何回も思い出すっていう、その習慣というか、癖をつけていくといいなと思って、それをね、すごい今実感してやっております。非常に辛い。辛いんですけど、でも、やっぱその子に教えられて、こう、まあ、その子がね、その簿記のテストで点数上がったりとか、あとは資格を取らなきゃいけないんで、多分3級から受けると思うんですけど、その子も。その子は3級受かるのにね、ちょっとでも力になれたらいいなと思って、ちょっと自分も頑張りますんで。で、もし、あわよくば、まあ、自分3級、いけたら3級受けようかなとちょっと思ってるんですけど、今は。ね、こう、簿記、高校生でさ、将棋会行ってる子もいると思うんで、まあ、簿記の動画はきついかな、わかんないけど、まあ、ちょっともうちょっとね、ちゃんと簿記のこと分かって、あ、動画でいけるかもしんねえなと思ったら動画にするのもありかなと思ってるんですが、ひとまずはね、今は、その子に教えられるように頑張ろうと思います。はい。ということで、自分も頑張りますんで。一緒に頑張っていきましょう。